川市内まで、下道で WRX をドライブする動画なんですけれども、臨海線ってあるんですよ。そのどこまでやったっけ、臨空のところまで結構こう下道なんですけど、産業用道路みたいな感じになってて、すごいちょっとまあ走りやすい道路があって、昔は湾岸確かなかった時はバイクで白浜にツーリング行く時はよく臨海通ってたんですけれども、湾岸線できるようになってから、通るようになってからほぼ臨海走ることなくなったんですけれども、改めてちょっと臨海線走って和歌山までドライブ行ってきます。結構ね2時間ぐらいかかるかもわからないんですけれども、途中でなんて言うんですかね、2時までにジェネリックスさんまで行かないといけないので、もし時間がやばそうになったら阪南から阪和道入る予定にしてます。全部が下道にならないかもしれないんですけれども、ご了承のほどお願いいたします。それでは、約2時間ほどの長時間の動画になるんですけど、お付き合いいただければ嬉しいです。今渡ってるのはメガネ橋で、でちょっと行くとその臨海線に出れる道まで出ますんで、この先まだメガネ終わらないです。もうこの辺でちょっと心がちょっと折れそうなんですけど目が回って前の車も目が回って外飛び出しそうでしたねほらめっちゃ外飛んでいきそう前の N1 さんですかね、外に飛んでいきそうになっててやばいんちゃうかみたいな、目回るんですよむっちゃここで心が折れても高速乗るかもわからんみたいなあーやっと終わった、目が回る、で次の信号ですかね、不動5号線、右折れです。次の信号ですね、右折れしたらイエローハットとか、オートバックスとか、何でしたっけ、アップガレージさんあるんですけど、
りで、もうちょっと行くとその住戸井競艇場とかあります。ちょっと途中たまりになるかもわからないんですけれども、ご了承のほどお願いいたします。ちょっと臨海入るまでにこのなんかむにゅーって曲がってるところがあるから、ちょっとだけ地図すいません、先の方ちょっと表示させています。川渡ってからすぐなんかぐにゅーって曲がるみたいですね。もうそうですね、バイク乗ってた頃やから30年ぶりぐらいですかね。あ、ここが住戸井競艇場ちゃいますかね、多分。この辺住戸井競艇場です。警察署があります。
ちょっと気になりまして、thank you.
り昔ですよね。白浜行く時ぐらいしか通れへんかって、夜になったらめっちゃこの辺綺麗やった思い出がなんか記憶にあります。
フェリー乗り場、北九州阪急フェリーですね。門司まで行けるって書いてあります。門司やったらめっちゃ遠いですよね、鹿児島まで。どうせフェリー乗るやったら鹿児島までズボンって行ってもらいたいですね。一瞬ちょっと安いんかなと思って、安いやったらちょっとフェリー乗って子供に会いに行きたいんですけど、この付近交番があります。この辺やったんですかね。なんかめっちゃ釣りしたらめちゃめちゃ釣れるいう場所があるんですよ。確か日本海行く時も確か福知山のあたり結構あったはずなんですけど、
でかいんですかね、会社。秀光とかまた違うんですよね、宇佐美さんって。何を言うてるんやろ。
空です。
方についてったら和歌山連れててくれますよね。和歌山ナンバーなってますんで。前にあの九州鹿児島行った時も確か福岡あたりで和歌山ナンバーの人とちょっとだけ走っとったんですけど、thank you.
2時までになんとか和歌山行ってみます。取締りを回避しました。
暑い。
岩手の近く。え、岩手、ああ高速で岩手のとこ通り過ぎた今。え、どこ？高速今。いや、下やで。下だ、うん、下だ下だ、ああ岩手、ほら今峠抜けてきたってこと、風吹き峠。そうなんか山抜けてるわ。ああそうだ、三菱が見えてきた、三菱。ああ左からでかい。そうああそれはもうずーっとまっすぐな、もうずーっとまっすぐ、ずっとまっすぐ了解。おう、あ、まだ岩瀬の、うん、ずーっとそれまっすぐ行ったら橋渡るのよ、うん、橋渡って、はい、渡って右に堤防をずーっと来たら、うん、岩に橋って書いた交差点あるやんか、うん、それを左降りてもうたらね、うん、左からローソン出てくるんで、うん、その先の踏切の手前を右、うんうん、めっちゃ狭いで、びっくりするぐらい。了解。おお。ほんまに。そのね、波で行ったらね、もしかしたら変なとこ、変な道行くかもわからないからね。ちょっと近くまで行ったら、また、かっちゃん連絡するわ。ちょうだい。うん。ごめん。お願いします。はい。はい。はい。その、ジェネリックさんまで、その、道、めちゃめちゃ狭いらしいんですよ。狭い道はまた改めて動画でアップいたしますので見ていただけると嬉しいです。和歌山やってまいりました。どこなんやろ。この先一般道事故多発地点です。ジェネリクス。
いません、ちょっとビデオのスタートボタン押すの忘れちゃってごめんなさい。ちょっとだけあの動画飛んでます、すいません。今岩手に到着したんですよ。それで橋渡って右みたいなんですけど、一旦そこでちょっと動画終了させていただきたいと思います。ジェネリックさんまで道がめちゃめちゃ狭いっていうことで、それちょっとまた改めて動画アップしてみようかなと思います。この橋を渡って右ですね。男
そ200メートル先、右方向です。およそ300メートル先、踏切です。踏切をこの先、右に踏切があります。まもなく踏切です。どこ、どれ、これ右方向です。これちょっと待ってちょっとロボさん、赤めっちゃ狭い一応和歌山到着いたしました。最後まで動画見ていただいてありがとうございます。これからちょっとかっちゃんお友達に先導して連れてってもらいます。で、Google が言ってた あの道は通られへんって言ってました。とこですね、和歌山。なんか心和みます。それでは簡単なんですが、連れさせていただきたいと思います。